さあ、ストームポイントの最終戦です。この試合を終えるとゲーム4以降、ゲーム4からゲーム6まではワールズエッジです。開幕の効果はフローラー、ストームキャッチャーから、おお、かなり広く漁ってますね。フローラーとしてはやはりストームキャッチャーってそこまで物資が強いわけじゃないですか。まあそうですね、どちらかというと真ん中といったポジションなので、まあ、ピロト選手がいるとこと、そして宮脇選手が取ってるポジション、そこを両方漁って、まあ、きちんとした物資を整えられるっていう感じですかね。さあ、リングはど真ん中です。これは、まあ、ユナイト折りと呼ばれたポジションですかね。あのグラビティキャノン周りの、まあ、パルブレックスはアバドン選手が近いですかね。そこら辺になりそうかな。今のは忘れてネクスト次第ではありますが、まずマップど真ん中にリングが来ている。どこによるか、これですね。もうここにすべてがかかっています。うわユナイト、難しいアンチと発射場絡んでる、発射に寄り切るかどうかですよね。どうですかね、結構難しいアンチですねこれも。まあただエンターフォースはかなりプレイしやすそうな位置なのではないでしょうか。いわゆる三つ葉のポジションが張り付きのエリアになってるんで、本当にエンターフォースの前のあの水辺、あのくぼみとかがあるところでも全然おかしくなさそうですよね。さあ、ちょっと難しいアンチがやってきました、ゲーム3。このユナイト折りのポジション、アンテナにはエンターフォース36です。まあ、一種この LGS の感染を前年度からグッと盛り上げてくれたのはこのエイムボット。スーパークレーバーのシーンがね、本当に昨日のように思い出せるプレーもありました。お、パルブレックスもビーコンを読みに来ました。おっと、ちょっと足りない、まずい、足りない、まずい、あばばばっと、ちょっと前に進んで壊されないか、大丈夫か、大丈夫そうですね。よし、ここはなんとか見れます。危ない、まあ、クリプトの強みですね。ランドマークにビーコンが生えていなくても別の拠点で見ることができる。ここでは F ちゃんがシア、ザクがクリプト、シュンミーがバルキリーです。まあ、チームメンバーも変わり新体制ということで、少しひりつくような練習の時期、まあ、特に昨日もねあったりしましたが、乗り越えてきて初戦はチャンピオンと素晴らしい成果です。そしてフローラー、かつて IGA だった宮家はサブオーダーという形で、これもね前回上下にちょっと難しい打つになってたんですけど、まあ一人だけ上に残ってチャンピオンを取るというすごいプレーも見せてくれましたフローラー。おっと、でもユズ選手、おっと、ただユズ選手が相当削れています。まあフローラーとしてはこの立ち位置、最終的なポジションっていうのがここかなり多いので、ここをキープできたら最終リングに絡んでチャンピオンまで行く。おお、ちょっと危ない、と雪男の体力がもう危ない、これはギリギリとかいうレベルじゃないぐらいミリですけど、なんとか耐えれそうですね。すごいですね、多分2回絡まれたの。おっとっと、これ船って床一人で IMC をしていたか、グローゲーミングが狙う。よし、さすがにか、ただとんでもない削りを見せました。これどうなってんだ。あ、これやっぱり一人でやってましたね。やってたのか。むしろグローゲーミングが軌道を見てないとこんなギリギリ入りませんよね。ん、これでも、あ、どうなってんだ。え、フナティック側が IMC やろうとしてゆかさんがとりあえず行ったら、まあ、グローが待機してたって感じですかね、多分。その可能性高いな。今回グローゲーミングは先ほどは田舎集落に降りたんですけども、ザウォールに変えたんですよね、ランドマーク。そうですね、なのでそれによって IMC に来ないとフナティック側睨んでたんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとイレギュラーな形、まあ、イレギュラーですよね。まあ、しかも何が不運かって、あの中でデスボックスになってるので、そうなんです、取れないんですよね、これって完全に取れないんです。視野がいない中、あ、進んでいかないといけない。この IMC がゆかちゃんの缶オケになってしまった。そして物資は潤沢になっていく。もっとスタイル、そしてシイタケズと名を変えながら今回は
チームとしての所属グローゲーミング。さあムカワキンは早い段階でこの水辺くぼみです。まあ、ポジションとしては全然ね悪くないとこですよね。前の建物が抑止力になってくれて周りからのアプローチがそこまでないんですけども、ど真ん中すぎるってことでそこまで寄り切るかどうかですよね。まあ、おっしゃる通りこのようなアンチだと本当にその中ムーブ本当に中に入ってくるチームしか来ないので、まあアクションはまあほぼ起こしてこないだろうという読みですが、ミーティアがちょっと狙います。ちょっと遠征してるか、持ってるぞ激怒。ただアバドも削られてますね、別から撃たれてますね。いやこのミーティアがアプローチすることによってムカワキンはちょっと大変だぞ。狭いエリア、うん、ただ奥からの圧力もある。しかしこれでアーマーが分かったぞ。さあエイムボットが撃破するようなログも見えていましたが、いやネビラがむしろ落とされてるんですねこれ。ネビラと、あ、挟まれている。そうですね、キノトローバー戦っててそれに対して E36 が介入。うーん、なるほど、アンテナ側から出してきた射線を出してきたのがこのキノトロープゲーミング、うん、エンターフォースはこの三つ葉側。ネビラとしてはここも移動ができない、発射台からも通ってますし、いや引くしかない、どこか逃げ場所を探している。さあさあキノトロープゲーミングもクレイジーラクーンと当たりそうです。シャナムは残れるか、いやーギリギリ、いやーこれは発射台の上。そして先ほどファイトを仕掛けていたキノトロープは後ろからクレイジーラクーンの脅威を感じて少しライン下げています。リアライズと戦ってますね。そうですね、リアライズと O2 です。カスケードフォール、アンチ側には主攻6です。いやー、ただリアライズは O2 のデスティニーが暴れているか。ラストブレイバー 1HP、 モザンビーク VS マスティフ、もしくは漁夫だ、漁夫ですね。これやってきてるのはカブトムシ、虫キングですね。さあ O2 残ったのはボル、ただこれですね、さらに上からグローゲーミングもやってきます。虫キングとしても早めに終わらせておきたい。わっやばっ、いやー、ただボールが相当持ってきましたね。カブトムシがもう虫の息、そして外側からグローゲーミング、これもドローン流して警戒をしているが、早めに仕掛けるか。グロー行きそうだぞ、見つけた、持っている、さらに削っている。ショーケースの展開いくぞ、早めに引けています。虫キング、ただ上にもなんか見えたぞ、大丈夫か、上にはいないようですね。ただこれはグローゲーミングが詰めり簡単、ローインサンダーを切ってもいいが、うわーホライゾンだから登りたい放題、リフトアップ、こっちはどうだい、ブラックホール据えている、1枚据えている。さあ右の孤立に対して狙っていくイブゾー、そしてチコちゃんが射線を作っている。アクサルでワンダウンだ、さらに2つ目のダウンも力づくで狙っていく。ここはグローゲーミング、虫キングを落とします。漁夫はありません。一方的な蹂躙でしたね、うん、やはりそのホライゾンのことによってジップラインは触れないのでホライゾン9で上がってしっかりとフォーカスを合わせていくという感じですよね。グローとしてもこのキルポイントをかなり上げた状態、そしてブッシュもね2チーム分かな、あるのでファジムーブとしてはかなりいいんじゃないでしょうか。さあ大外のムーブがグローゲーミング、そして FC デストロイ、ノーセプション、2人になってしまったフナティックです。さらにクレイジーラクーンも外ムーブなようですが、まあアンテナ側から今脱出を図るようなのが見えています。グローゲーミングがカスケードホールでゆっくりとプレイしていきます。さあクレイジーラクーン、こちらがちょっと危ないぞ、バルールとキノトロープを超えるように打っていったんですが、ヘルスがまずいぞ、これ強い、落ちる、最速の蘇生を試みるラスのジブルタル、珍しすぎる、ラスジブ軽快に踊るこの巨体、これでラスストレーフを見せてくれるのか。いやーこれかなり射線取ってますね、 E36、 そして頑張れお父さん、
帰れたらいるぞ。まあクレジーラクーンとしてはあれですかね、キノトロープの警戒が結構強すぎてもうバルート切るしかないっていう、うん、そうですね、もう移動手段がバレキリしかないと判断して移動はしたんですけども、目の前には下側ですかね、リドルシコロクがポジションキープ、上にはジャヒ、いやー後ろからも下が取ってる。さあどこに入るか、右はまだ入ってますね、右下ですかね、うん、警戒、いやーアーニーが狙うエンターフォース36、車線が通っている、ドームはまだない、なんとか運んでシコロクがここに介入してこなければ、そうですね、シコロク介入すればいけるんですけども、介入しないか、チャンスではあるこの位置、エンターフォースがずっと打ってクレイジーラクーンを痛めつけている。さあ爆撃を切ったクレイジーラクーンラス、北側からはキノトロープ、シコロクは介入しませんでしたね、介入しませんでしたね、まあちょっと上からのピークも怖いというのもあったでしょうか、ジョンヒーが上側を取っています。まあむしろちょっとワンダウン取れてしまって上側からこう、まあ、潰しに来られる、そうですね、というのを警戒しているか、ここら辺の地域にパーティー数はかなり少なかったので、しかし逆にラスラ前に行くのか、ここで前ドーム、シコロクの位置を返しに行く、さあ警戒なラス、ラスストレーフどう出る、さあ手前のアクサが逆に地面に当たっている、耐えている、ラスがこのドーム際に耐える、この境界線へしこがスーダーを持っていく、ラスト1枚だ、 1v1 ラス、うわー、あー警戒、しかしもちろんやってきます、そうですね、これが危ないですね、シコロクがこれを警戒していた、そうですね、結果的にはクレイジーラクーンとシコロク両方やられてしまいましたね。さらにこの動きに対してアクションを起こすのは北側でポジション最初ですよね、取っていましたフローラです。もう上がりそうですよフローラ、ちょっとこれフローラが上取りに行きましたね、台の上からのグラビティルソナー取り切れるが、うん、ピノタ大きなダメージをもらってしまう、ただユズが狙いに行く、2人で狙うというゴール、しかしドグマが返している、ドグマ2人持っていった、宮家は狙いに行くが、ドグマがあまりにも耐えている、うん、しっかり取った、それに対して A さんのか来るんじゃないか、E36 走ってきますよ絶対、いや来ました完璧なタイミング、 E36 エンターフォース36、しかし蘇生まで終わってますからちょっといけないか、いやそしてシコロクが残したパイロンが、いやかなり効いてる、グレで効いてる、ありがとうシコロク、ここはまずポジション上側を取っていく、いや今のドグマ最後ダウンしてしまいましたけど、よく2人持っていきましたね、そうですね、持っていってさらに蘇生の判断もかなり早くて、結果的には立て直すことに成功したって感じですよね。そしてネクストはくぼみより少し建物側へ混沌としてきました、向川金の正面はキノトロープが下側、上にはミーティア、キノトロープはアンテナ側から入ってきている、さあ向川金ワンダウン、1人落とされてしまってますが起こせるか、かなり難しい立ち位置、キノトロープとしてもこのポイントを取りに行く、いやーミーティアも難しいですね、詰めるまではいかないんですけども、背丈を起こせるかどうか、創生の判断通っては、通りました、いやただマークかなり苦しい状況なんですけども、上燃えることによって抑止力が効いて詰めれませんね、キノトロープ見てともに、さあログでは北側ノーセプションとグローゲーミングのログも流れています、さらにはパルプレックスもファイトを勝ち切ったというのが情報で出ています。まあこの位置はむしろこの後やってくる4チーム目によって左右されそうです。さあログではあったグローゲーミングかパルプレックスと私たちがエンターフォース当たりに行きましたか ね、 当たりましたね、先ほどその位置フラグでのワンダウン、エンターフォースが上取って、あーかっきりまで、あーこれで3対2という状況、これはポジション的にも同じなので倒しきりたい、マンチ入ってませんからね、この上ギリギリ入ってるか、どうでしょうか、うん、頑張るお父さんとしてもこの賭けで引いていく判断、オバリスがあるので一応起こせばするが、多分 E36 としてもここは詰めれない判断か、うん、一度行きませんかね、アンチの北側ではテトレーションゲーミング、降りてきたグローゲームの1枚のカットが見えている、ドローンが戻ってくるとリスポンビーコンでの最速蘇生を狙うでしょうか、いやしかし展開してるじゃん、
さあ今度ドグマの位置、いやバンガロールアルティメットローリングサンダー起こしたぜ、もうここで え起こすの。最速リスポーン、そして先ほどあった拠点では第4チーム目に FC が入ってやはり動いているようです。さあエンターフォース蘇生はされている、頑張るお父さんの1枚を刈り取れる位置、さあ打ってきた、ジュスナどうする、逃げれなっ、こっちに敵を確認、ガーッ打ってきた、避けてるが、もしかしたらない後ろからのカバーの射線も難なく避けて、エモト。ここに敵がいます。ただこのファイト西側でちょっと狙ってるのは2人の1枚角のフナティックです。敵が来るわ、注意して。こちらはパルプレックスワンダウン、デトネーションゲーミングがグローゲーミングも弾いてフォーカスオーバーテンション、ね、残り状態苦しいグローゲーミング、前に行くのはワンタッピー。さあパルブレックス残り1枚がフチャンとシュンミ、うん、ダウンは1枚入っているか。さあエンターフォース側はまだ大きな動きがない。さあ上からはノーセプションです。おお、いい射線、ここはバリケード展開、エロバリケードから、ただ外側からノーセプションがデトネーションゲーミングの背中を追っていきます。デトネーションゲーミングが前にいてパルブレックスの2枚を落としに行かんだ。ログではエインボットドグマを落としている。このまま頑張るお父さんが全滅、デトネーションゲーミングが下側に入っていきます。一応入っていますからね、デトネーションの位置はまだ大丈夫か。さあには FC、 この下のポジションです。目の前に映っているエリア FC が落ちました。ノーセプションのこの後ろ押しがデトネーションとしてはきつい。おお、そして DNG は無カワキンによって落とされている。 DNG かつての IGL から落とされる、全滅までデトネーションゲーミング。さあノーセプションはうまくこのポジションで守っている。さあ無カワキンは狙いに行く、下に行きましたね。正面はキノトロープ、グローゲーミングのロキの爆撃によってワンダウンあったようです。さあグローゲーミングも残っています。さあ最終リングの縮小ポイントも出ています。南側にはフナティック、逆サイドには E36、 さらに上にはファニーロコ、ここまで映っていませんが残っています。そしてグローゲーミング、ノーセプション、ムカワキ、ミーティアの7チーム、うん、ファニーロコも上側にあったデスボックスからリフレッシュしてかなりいい状態です。 E36 がここからどう動くんでしょうか。端になるエンターフォース36、ファニーロコ側はいけなそうですよね。一方道なので、そうですね、ファニーロコ側はちょっと苦しそうだ。さあノーセプションは正面に見えているのはミーティア、真下にはグローゲーミングとムカワキンです。さあエンターフォース36、先ほどは頑張ろうと切ってるか、ファニーロコ、アーニーの浮きを狙いに行く、マッティがワンダウン獲得、これはフナティックも動きそうです。エンターフォース36のこのファイト、ファニーロコが人数状況有利を作って、ただファニーロコは逆にどう進むんでしょうか。このまま突き抜けてくると危ないぞ、まあ、突き抜けて10秒ですよこれ。 E36 倒しきるってやつなんでしたね。デジタルスレッドで削る、うわすごい M、 しかしネームレス7死が落としてラスト1枚残ったのはユノ、スモークランチャーから射線を切ります。ただファニーロックは優勢、ここは全滅。さあこれによって次のアンチに入りやすくなったぞファニーロコ。あそこにスモーク、いや人数把握ができないからフナティック側が何人いるか分かってない。そうですね、フナティックは先ほどからこの位置でなんとか漁夫を狙おうとしていました。この2枚最初にね落とされています。さあファニーロコはそのまま突き進んできた、貼り付けれるぞファニーロコは。このマッチなんとか稼ぎたい、ここまでのプロリーグ自分たちのいい動きができていません。正面にはフナティック、人数状況が分かればいいんですが、前に行く、やり行く、強気に行きますね、このファニーロコ。いやー、そして上からミーティアの射線が通って残り1枚フナティック、メルトステラのみです。落ちました、全滅、フナティックが全滅、残り5部隊です。さあ最終縮小はムカワキンの目の前だ。エリア的にはムカワキンかなり
動きやすい。ミーティアも多分これハイグランド、ガーキンの屋根上を取るかな。まあ、なんかここで鍵になってくるのは残っているグロー1枚、さらにはこのノーセプション、うん、で2枚ですか、グローゲーミング、これ2枚残ってるのもでかそうです。ファニーロコが一番立ち位置的には動きやすいですけども、アンチがムカーキン側の建物にかなり近いので、ムカーキンとしては最後にやり合わせて出るっていうことができれば、そしてモバリスも召喚。いやですノーセプションもいますね。やっぱりこの構成としてホライゾンが入っているチーム、うん、ここは最後の円を荒らす要因になるでしょう。さあ1枚掛けはグローゲーミング、それ以外はフルパーティーです。ストームポイントラストマッチ、ノーセプションはアーマーも蓄えている状況だが、もう移動が必要、最初に移動が必要なのはノーセプションです。アクスタも3つ、持ってるのでランチャースモーク越しても狙える。とりあえず張り付くことに成功。ミーティアがちょっと怖いぞ。そうですね、おパイロンが壊れるぞ。話は別、パイロンの2回目があればいいんですが、ムカオキン体を出してピークしているところからやはりないか。このミーティア落ちたぞ。ミーティアこの早いタイミングで狙ってきた。ファニーロコがグローゲーミングを全滅まで持ち込みました。そしてノーセプションのサツキがミーティア、キャベジスを落としてリンズ状況を苦しい。ミーティアです。ノーセプションが下側で、ね、甘んじて受け入れたこのファイト。スモークを使ってファニーロコは詰めていく。スモークを使って前に行った。混沌とするカオスな環境。こうなるとムカワキンが一番ヘイトもらってないので、そうですね、ギリギリまで耐えればいい。セキュリティに引っかかっている。ここは警備はバッチリ、ムカワキン警備会社としての仕事を果たしている。さあギリギリで飛び出す、まだ4チームいる。上側にはファニーロコ、2人の耐え、外側に落ちた。ムカワキンが正面です。外側から視線が通っている。ミーティアが全滅、上がっているみたらしい。あるのどうだ。向井がノーセプションを全滅まで持ち込んで、後ろ側からはミサイルスワームの同意みたらし。ワンワンかワンツーだ、ワンワンだ。2枚見えてるが蹴って落としていく。最後はムカワキンだ。なんと持っていったストームポイントの最終戦、チャンピオンはムカワキンです。やはり持っている捨てたき向かい川瀬の3名。